皆さんこんにちは。テクセニ講師弁理士の直富です。今日は2021年度の弁理士試験、合格者対談ということで、私のクラスの一発合格者である松島さんに来ていただきました。松島さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速なんですけれども、まあ、この資格、まあ、いろんなこう資格がある中で、まあ、さすがにその、最近はですね、知財も、流行ってきて、知名度上がったとはいえですね、まあ、いろんな資格があると思うんですね。で、そんな中で、まあ、特にその、文系出身である、松島さんが、この弁理士資格をこう目指そうと思った、何かきっかけとか、そういうのあったら教えていただけますか？はい。私は大学生の時に知的財産検定3級を取りまして、その時に初めて知財の世界にすごく興味を持ちました。ただその時は、私はずっとマスコミ企業を志望しておりまして、マスコミに行きたいっていう夢はあったんですけれども、その中でもじゃあマスコミの中で内通ビジネスですとか、まあ、ライセンシーとかライセンサーとかの仕事ができるんじゃないかと思いまして、進路的にはそういうふうにマスコミ企業を目指したんですが、その知財の世界を知ってからなんとなくその肌に合っているんじゃないかというふうに思ったので、いずれその弁理士になるかどうかは一旦置いといて、弁理士試験に挑戦してみたいなというのは、その当時から決めていました。そうなんですね。じゃあ学生時代から結構その興味があったんですね。そうですね。マスコミ志望ということですけど、こういろいろありますか？アナウンサーとかそんな感じですか？私は当初は報道記者がいいなと思ってたんですけど、やっぱりそのあまり体力的に自信があったわけでもないので、その中で本当にそういう報道系を目指していいのかっていう気持ちもあって、であればやっぱり好きなエンタメの中で知財と掛け合わせたことが何かできるんじゃないかなと思って、やはりマスコミを目指したいなっていう気持ちはその時には変わらなかったです。そうなんですね。なんか似合いますよね。そんな雰囲気あるなと思いますけど。まあでもなんか全然こうなんだろう、そのかけ離れた感じが、初めね、お聞きした時は思いますけど、でも今なんか説明を聞くと、まあその、なんか生かそうっていうね、そういうところはできるのかなっていう気がしますね。実際いらっしゃるんですよね、受験生の中にも。そのマスコミ系のその企業にいらっしゃって、でまあそこでまあ生かしたい、まあ部署移動も考えてたと思うんですけど、でそれで知財目指すっていう、弁理士目指すっていう方、まあ何人もいらっしゃるので、まあそういう意味ではそんなに遠くないかもしれないですよね。ちなみに今というか、合格前と今とでは、お仕事って変わられました？はい、変わりました。どんな感じで変わりました？はい、やはりそのマスコミ関係の企業に就職して、やはりちょっとこう働きすぎてちょっと体を壊してしまったりとかもあって、じゃあ今後その長く続けられるような仕事だったりとか、自分のキャリア今後どうしていこうかなって思った時に、やっぱり弁理士目指してみたいっていう気持ちが湧き上がってきたので、その時に予備校行こうって決めたのと、それと同時に弁理士になるんだったらやっぱり特許事務所で働きたいと思ったので、その時にちょうど転職をしました。じゃあ、受験生時代に転職を経験された感じですか？そうですね、ちょうどその予備校に通い出す前ぐらいに転職した感じです。なんとなくなんですけど、マスコミ系とかだと結構忙しくて時間が取れないイメージなんですが、弁理士試験って、まあ、ある程度のこう時間が必要じゃないですか。でそうなった時に今 その特許事務所の中でその受験生として、まあ、受験生しながら働くっていうことに関してはどうですか？そのやりやすかったですか？そうですね、もともとその弁理士試験目指しますっていうことで、採用していただいたっていうこともあって、職場の理解はすごく安かったと思います。じゃあもう入所試験の時に、はい、聞かれた感じなんですね。そうです、本気でやる気あるのみたいな感じで言われて、2年以内に受かりますって言いました。そうですよね、なんか今事務所だと結構そういう制限、なんか何年以内に取らないとみたいなね、こう制限かけた上で
入賞していただくってこと結構あるみたいですよね。うん、昔はなんか逆で、まずなんか実務について、で、まあその中で仕事をもう覚えた先に必要だったら弁理士資格を取るっていうようなね、なんかそういう昔ながらのそうなんか風習みたいなのが強かったんですけど、うん、今はそんな感じじゃなくてね、いろんな業界からも受験生いますし、で、いろんな働き方、特許事務所でもなんだろう、翻訳とか、されてる方もいらっしゃいますけど、うん、松島さんは受験生時代、事務所でどんなお仕事されてたんですか？私はもう事務として働いてて、うん、その事務所が、こう、うん、商標と衣装を専門に扱う事務所だったので、はい、自分の、その、なんでしょう、まあ、文系出身っていうところもあったりとかっていうことを考えると、うんうんうん、やっぱり将来は商標系の弁理士になりたいっていうのがあったので、うん、もうそういうところでっていうふうに決めてやっています、うん、じゃあよかったですね、いい事務所とね、はい、なんかいいきっかけに恵まれてよかったですよね。そしたらですね、この弁理士資格って、はい、まあ難しい方だと思うんですね、かなりね。で、そんな中でその、まあ、予備校を使う使わないっていう選択肢が、まあ、どの試験種にもあると思うんですけど、弁理士の場合だと、まあ、予備校を利用するべきだと思いますか？そうですね、と思います。やっぱそれは難、自分だった、自分だけでは難しかったなと思いますか？その予備校来ずに、なんかその巷に知財系のこう書籍って結構溢れてるじゃないですか、はい、でそういうものと、まあ、こう何かこう自分でね、条文とかを見てこう勉強するっていうことを想像したときに、はい、結構難しかったなって、それだとちょっと一発では難しかったかなとか、そういうのあります？そうですね、うん、私はもともとそのバックグラウンドも全然特許とかそういう知財系ではなかったっていうのもあって、うんうん、元からその予備校を使うことは前提としてあったんですけれども、うん、でもやっぱりこう、まあ、本屋さんに並んでる本だけで勉強するとかはちょっと自分にはその強制力も働かないですし、うんうん、まあ、予備校を使うことは前提ではあったものの、うん、もし使わなかったらやっぱり難しかったのかなというふうには思います、うんうん、まあ、今でも、まあ、この業界、まあ、何個か予備校はありますが、はい、レッグを選んだなんか理由とか、なんかきっかけとかってありますか？はい、まず弁理士の講座を扱う予備校もレックに関わらず、うん、もうとりあえず全部取り寄せて、うん、片っ端から全部比較をしてたんですけど、うんうんうん、その中で、まあ、ちょっとお値段はちょっとレック高めだなと思いつつもそうですねなんですけど、やっぱりこの5人に4人が受かってるっていうの、うん、聞きましたこれで、まあ、ちょっと、まあ、やっぱり、うん、早く受かりたいかなっていうのもあったので、レックに選んだっていう理由も一番あるのと、うん、でもね、なんかよく私自身も、まあ、もちろん受験生時代があったわけじゃないですか。で、私が受験生の時ってもっと予備校乱立してたんですよ。で、レックは3番手ぐらいだったんです当時ね。でもその時にその値段はレックすごい強気だったんですよ当時から。で、他よりも全然高かったんですよ。で、顧問のね、会社の顧問の先生がその時に言われたのが、人生は投資と回収だと。で、投資した分回収しようと頑張るし、確かに、うん、そう。だから投資もしないとずる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 さ長くなるから、だからもう投資と回収の繰り返しなんだから、そこはもうの値段で決めるなっていうことをすごい言われたんですよね。でも、まあ、自分自身はそんな一発じゃなかったんで、まあ、それなりに時間はかかりましたけど、でも講師になって、まあ、一発の子から結構長くかかってしまってる人までこうたくさん見てる中でね、やっぱりそういう時期っていうか、その投資しなきゃいけない時期で、それはやっぱりその質とかで選ぶべきであって、そのなんていうのかな、ちょっと高いからとかね、はい、うん、なんかそれでまた例えば2年かかったら、うん、まあ、よりその1年で合格するよりもかかってしまうわけだから、やっぱそこっていうのは結構そのお金のかけどころのポイントなのかなと思ってるんですね、うん、で毎年こうやって一発合格の方と対談してるんですけど、なんかそういうところのその判断能力がやっぱ優れてるなと思うんですよ、一発の方ってみんな。だからなんかその目利きっていうのかな、なんかそのお寿司屋さんがその
美味しい魚を見る目利きみたいな、なんかそういう目利きがすごい優れてるなと思います。なんかこう年間通していろんなこう講座もね、ラインナップがある中で、本当にちゃんと必要なものだけを、でもこれ必要だと思うものは高くても取ってるみたいな、なんかそういうなんか目利きが効くんだなっていうのが、すごい一発の方の共通点だと私は思ってるんですね。なのでまあ私もレックの講師してるからあれですけど、もうこれはね、やっぱ数字の実績は実績通りで、あの効果はあるんじゃないかなと思いますね。じゃあちょっと具体的な話を聞かせてもらおうかなと思うんですけれども、はい、まあ実際に学習を開始して、まあレックのカリキュラムとか、まあ私のまあクラスなので、松島さんにとって私が講師だと思うんですけど、だとまあその使っていった教材とか、はい、そういったことについてちょっとお話聞かせていただきますね。はい、で、まず、松島さんを受けられてたのは1年合格ベーシックコースですよね。で、その中で、うちのクラスは、ゼミが、レベルアップゼミがあったので、はい、まあ、それも受講されたっていうことですよね。はい、で、あと、年間で、なんかこう、追加された講座って、他にどんなものがありました？ベーシックコースが終わった後の、うん、のぞみ先生の担当ゼミを取ったのと、うんうん、あとは、担当直前道場、うん。道場ですね。あとは、論文の、トーレントもし、論文のトーレント、これ直前期向けですよね。そうですね。うんうん、あとは口述の講、あ、口述ですね。うん、ぐらいですよね。はい、本当になんか必要最小限で、取ればいいってもんでもないからね。やっぱり大事なものをきちんと押さえてるなっていうイメージなんですけれども、1年合格ベーシックコースって量的にどうでした？週、3コマ、木、土、土の3コマで、だいたい約9ヶ月くらいのコースでしたけど、はい、長かったですか？それとも割とあっという間でした？割とあっという間だったなというのを今振り返って思うんですけど、うんうん、ちょうどその入門講座が始まった頃って、うん、最初の緊急事態宣言があって、うんうん、確か4月末に開講はしたけど通学だったんだけど、そうでしたね、通信で始まって、そうですね、で、うんうんうん、ちょうど通学が開始になったのが6月とかだったので、うん、そうですね、その間はなんか自宅で勉強するみたいな感じで、最初入門講座は、うん、まあなんかすごいこう、なんていうんですか、理解しようっていう感じで取り組めたので、うん、その時間が結構大切だったかなっていうふうに思ってます。うんうんうん、量的にはそうですね、今思うとあっという間だったけど、うん、多分の高橋先生のレベルアップゼミが入ってきてた時の土曜日は半日、うんね、予備校にいるっていう感じで結構フラフラな感じでした。確かに確かに、ね、夕方まで短期袖でべったりな上にその上論文みたいにね、ちょっと大変でしたよね。うん、そっかそっか。そうね、松島さんたちの代の人たちは、初めが開講したんだけど、コロナの影響で、ウェブでフォローしていただいてた時期だったんですよね。はい、でも、逆に、今なんかおっしゃったようにね、なんか特許の最初の方って、結構理解するの大切なところじゃないですか。だからこう、ウェブだと、ちょっと止めてもう一回聞くとかできるんで、うん、なんかそれをうまく使えば、ウェブもなんか強いですよね。ね。うん。なんかベーシックコース生って、割と早めから先取り受講されて、開講日には2回目なんですっていう方が、まあ結構いらっしゃるんですね。松島さんちなみにどうですか？私もそうです、ね。先取りされてました。で、やっぱりそういう人たちの方が、2回目なんで理解しなきゃいけないことがきちんと理解できてるんで、やっぱり合格率って高いんですよね。うん、だからそういうところを見ると、その初めにね、必ずしもそのちょっとウェブで開講しちゃったっていうのはマイナスじゃなかったのかもしれないですね。そうですね。まあでもね、ちょっとそのコロナ禍の影響もあって、まあクラス内もね、生クラス結構少ない中で、私は結構満帆な状態をね、ずっと経験してるので、なんかすごい寂しかったんですけど、で、だんだんね、こう元に戻りつつあって、まあ今はね、ちょっと割と大人数でやってますが、まあそんなね、こんなで9ヶ月割とあっという間でしたよね。そうですね。じゃあ、私のクラスで、まあいろいろ配布したものとか、はい、まあ講義の中でこう指示をしてやっていただいたことなんかをちょっと聞いていきたいと思うんですね。はい、
で、まず、私のクラスで使っている、スケジュール表からいきましょうか。はい、短期素開講してから、スケジュール表をちょっと持ってきていただいたので、はい、でね、見ていただきますね。で、この間に挟まってるのはどう？そうなんです。これ、私、納富先生のスケジュールが配られたので、うんうん、短期素からだと思うんですけど、そうですね。うんうん、その前からずっと、うん、ウィークリープランナーで自分の勉強した時間を可視化してて。そうなんですね。なんかちょっと今、パッと開けたページで恐縮なんですけど、こんな感じで。あ、すごい、時間管理してたんですね、勉強時間ね。素晴らしいですね。何ですかね、やった感を味わってた。そうですね。それね、結構大事で、誰が言ってたのかな、うちのチューターかなが言ってたんですけど、本試験の日にね、別に使うわけじゃないんだけど、このスケジュール閉じたものを持って行ってたんですって。でそしたらこれだけやってきたから絶対合格するっていう、なんかその変なモチベーション、チューターじゃないな、合格者の子だと思いますね、その子が言ってたんですよね。でなるほどなと思って、確かになんかこう見える化するっていうのは大事かもしれないですね。頑張った感が。ね。でもすごいちゃんと 2,3 時間勉強できてるし、休みの日とかだと、これも講義含めてなのかしら。一応そうですね。ね、付箋貼って、一番、なんですか、右側に、うん、あそこね、付箋でやってる部分が、これが担当の1週間前なんですけど、あ、これね。これ担当の1週間前ですか？そうです、そうです。担当の2日前はお休みをいただいて勉強させてもらってたんですけど、うんうんうん、1日9時間とかぐらいですかね、やってて、うんうん、結構この時は追い込んでたなっていう、うん。でもね、確かになんかこれ時間ですよね。そうですね。ね、なんかこうやって、都度マーカー引いてるとすごいやった感が、やった感が、ね、出ますね。出ますね。いいですね、これね。これずっと入門講座の時からやってて、だったので、先生のスケジュールはやることを。あ、これをね。はい、なんか私のスケジュールが間にちょこちょこ挟まって、1週間ごとぐらいに挟まってましたもんね。はい、私のスケジュールがこんな感じで、まぁ、ちょっとこれだいぶ直前期ですけど、そうですね。ね、この間に多分だから6枚とか7枚ごとに挟まってるのかな、こんな感じでね。で、私が配布するスケジュールが、まあ、こんな感じで、1週間ごとにあって、で、まあ、こう、宿題みたいな感じで出すんですよね。うん、で、それを、自分でトゥードゥーリストに、こう、具体的に落とし込んだ感じなんですよね。はい、そうですね。で、実際、まあ、実績っていうのかな。うん。だから、逆になんか、あれですよね。これが結果みたいな。やることで結果みたいな感じになるかな。いいですね、すごい。こんなの売ってるんですね、ウィークリープランとか。なんかあれですね、ウィークリープランナーのなんかテンプレートをダウンロードできるサイトがあって、うんうんうん、それで自分で印刷して使ってました。あ、そうなんですね。へえ、なんか初めて見た。なんか私結構毎年これやっていろいろ持ってきていただくじゃないですか。でもこんなになんかちゃんとこう見える化して活用してる。自分を頑張らせられるみたいな。そうね、モチベーションにいいですね、これね。いいと思います。すごいいい方法だと思う。ね。なんかしかもちょっとこう優しい感じの色もついてるし、私のこう殺風景でそのまま白黒なんで、ちょうどいいですね。うん。で、スケジュール通りに、私のスケジュールは、まあその、ね、大体まあ 2.5 から3時間ぐらいかな、それぐらいをこう目処に作ってたんですけど、大体遅れを取らずにスケジュール通りに行けました？そうです。大体遅れずには、なんかこう1週間以上の遅れがあるとかはなかったように思うんですけど、うん、そうなると、まあ、結構勉強時間が毎日確保できないといけないと思うんですけど、はい、大体その細かいところはもちろん構わないんだけど、はい、1日どんな時間帯で勉強時間を取られてたか、その教えてもらえますか？平日は私はもうなんか隙間時間にやるっていうのはちょっとあんまり性に合ってなかったので、もう机に向かってやる時間とそれ以外の時間くっきり分ける方でした。なので大体まあ仕事が6時ぐらいに終わって、で在宅勤務のことが多かったりしたので、うんうん、大体まあご飯とかを済ませた後に7時半から11時ぐらいまでは平日は勉強する時間を確保するって決めてやってました。そう
ですか。じゃあ割とちゃんとこう勉強時間っていう固まった時間でこう毎日コンスタントに続けられたっていう感じなんですね。そうですね。うん、なるほど。で、じゃあ次にですね、N プロシートですね、はい、私のクラスで条文の読み込みシートですけれども、これもちょっとお持ちいただいたんですが、私これちょっとプロジェクターだと分かりづらいかもしれないんですけど、ですね、私が通常使う板書用紙がこれあの B5 サイズなんですね。で、まあこれと比べると、まあ、これぐらいに収まっちゃう感じなんですね。で、私が配布してるのがこれ A4 サイズで配布してるので、まあ、かなりこうちっちゃくこうまとめているんですけど、これあのちっちゃくまとめたというか縮小コピーして使うのはどんな目的があってされた感じですか？あのやっぱり納富先生の合格者の方でちっちゃく使って条文に挟んで使ってたっていう話を聞いたのもそうなんですけど、そのレックの受講表のサイズと同じにしてて、あクリアファイルをそこにレックの受講表を入れてそれプラス条文は必ずセットにしてたので、あの条文とこのファイルに入った N プロシート の, あの半分のサイズのやつを一緒に見るっていうのを決めてやってたっていう。なるほどね、そういうことなんですね。ですなるほど、確かにこのクリアファイルにぴったり収まってますもんね。、はい、そっか、そういう意味、これ英語サイズですかね。英語だと思います、ね、英語サイズなのかな、はい、四方対称条文ともちょっとサイズが違いますもんね。ちょっとはみ出ちゃうんですけど、うんうんうん、私はまあこれでやってましたね。なるほど。で、あと四方対称条文をちょっと見せていただくと、まあ、適度にちょっと色がついてるよう、あとなんかこう付箋でねこう追加された記載を見る感じですけども、はい、結構読み込まれました？これ相当割とね分厚くなっていて、はい、ね、うん、条文の読み込みがやっぱり大事ですよね、うんうん、実際担当試験の日ってこの条文大体まあそれ100これ 100% としたら四方でどれぐらい頭に入ってた感じですか？でも私結構担当は、うん、あのこういどうなんだろう、言っていいかわからないですけど、うん、あの受かるっていう自信がちょっとあったんですよ、うん、それはやっぱり条文をこの試験会場の誰よりも読んだっていう自信があったからなんですよ、うん、私が落ちたらみんな落ちるっていうぐらい思ってて、うん、担当本当に直前前日はまあ98%ぐらい入ってたと言いたいですね。あ、そうですか、すごいすごい、はい、それはもう本当にね正しい勉強法ですよ ね, そうですね。とにかく条文を読むということはすごい大事なことですもんね。うん、すごいすごい。それでちなみに点数って聞いてもいいですか？あ、はい、担当は、50点で通過しました。あ、すごいですね、はい、一発で50っていうのはすごいと思います。うん、でまあそれはね条文の読み込みの賜物じゃないかなと思うんですけどね。あとそうですね、まあ、実践討論とかそういうのって受けられたんですよね、担当実践討論とか、はい、で大体その時の成績って覚えてます？大体、うん、あの基準が39点なんですけど、うんうんうん、基準点に行くか行かないかだったと思います、うん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 、で公開模試とかどうでした？公開模試はですね、うん、なんか結構難しかった、ね、そう難しかったんですよ、年的にね。私もそうですね、うん、あのギリギリでした39点か。あ、そんな感じでした、うんうん、なんかそうなんですよね、松島さんたちの代の公開模試なんか異常に難しくて、なんかすごいあの平均点が低くてみんな自信をなくしてみたいな感じだったんで、うん、まあ問題の難易度にやっぱり模試はよるから、うん、本試はね大体もうボーダー決まってますけど、まあ、平均点プラス3点から5点ぐらいであれば大丈夫かなと見てるんですけどね、うん、はい。じゃああとですね、お家でそのまとまった勉強時間をとって、まあ、コンスタントにやると、で、そのなんていうのかな、在宅勤務の時間も結構長かったっていうことなんですよね、はい、そうするとなんか逆にそのモチベーションとかそういうのはどうですか？なんか意外と私はそこまでモチベーションがこう思いっきり下がるようなことがあんまりなかったなっていうのを振り返って思うんですけど、うんうん、ただやっぱりもうどうしても今日は勉強できないなっていう日は、うん、まあ、月に1回ぐらいやっぱりありましたね、うん、
なんかそのこうなんか気分転換にやったとか、そのスランプの克服法とかそういうのがあったら教えていただきたいんですけど。なんかもう今日はどうしてもできないってなった時は、うん、もうその日はもう息抜きにするって決めて、うん、もう勉強から離れて机には座らずにっていう風にしてたんですけど、うんうん、なんかもうどうしても今日はできないってなる前に、うん、まず机に向かって条文開いてみて、うん、やる気が出るかどうかみたいなのを試してはいてたんですけど、でもやっぱりやる気が今日はダメだってなったとしても、うんうん、息抜きの日が2日間続くのはダメっていう風に自分にルールを課していて、そう、うんうん、そうするとやっぱり遅れちゃうっていうのがあったので、うん、でまあ2日もあればやっぱり気持ち的にはリフレ、うん、自然とですけどリフレッシュできたかなと思います、うんうんうん、なるほどね。2日ダメっていうのは大事かもしれないです ね、 ですね。結構ずるずるなんか休んじゃうっていうのもあるかもしれないですもんね、うん、ではですね、まあ、ちょっとズバリその一発合格 の、 その決め手になったのは何だと思いますか。はい、この決め手っていう質問はちょっと以前からいただいたんですけどいろいろ考えて、うん、もちろん私がその勉強時間取れたとか、うん、今年の私の受けた試験が2ヶ月遅れたとか、うん、まあ、いろんな要因があるっていう前提ですけど、うん、合格した人の共通点とも言えるのは、うん、やっぱり勉強の方向性を間違えなかったっていうことかなというふうに思ってます、うんうんうん、なるほどね。まあ講座の選択もそうだし、まあ実際でも講座に入ってね、机横に皆さん並べてても長くかかる人もいれば、松島さんみたいにね一発で受かる人もいるから、まあその中で自分がどういう、 こう選択をしながら9ヶ月をねこう過ごすのかっていうの大事だと思うんですけど、まあでもなんかこの見せていただいたものを見てもすごく自己管理もできているし、でなんかすごく綺麗なんですよね。その綺麗っていうのはそのすごい読んでるであろう太さなんですけど、でもすごく整理されてて、うん、なんかもったいないもったいないなっていうか、この後この条文なんかもったいないなっていう感じが、多分受験生の人なんか喉から手が出るほど欲しいんじゃないかと思いますよ。これなんか適度な本当書き込みしすぎてもダメだし、で当然その足りなくてもダメだし、なんか過不足がないっていうね、なんか素晴らしい。授業で指示されたこと以外は、うん、まあ、あまり書き込まないようにはしてましたね、うんうん、必要なことがちゃんと集約されて、でこれもひたすらねその自信があったぐらい読んだわけですから、まあ、よかったのかなと思いますね。あとあれですよね、やはりその1年合格するにあたって絶対的な勉強量がやっぱ担当の方に比重を置くので、このコースは論文にちょっとこう手薄になる傾向があるんですけど、まあ、ゼミでこうなんかこれってどんなことを書いてるんですか、このなんかノートですね、はい、高橋先生から配られるノートなんですけど、うん、自分の間違えたこととか、うん、指示されたことを書くようにはしてて、うん、ただ直前になったらそのノートを自分の知らない判例をとにかく書くっていうものにしていて、この辺全部判例ですね。そうです、そうです、うんうん、ちょっと小学者だからか全然知識がないっていう状態だったので、うんうんうん、当連で出た判例を書くようにしてたんですけど、うんうん、その前の方のページは、うん、もう二度と間違えないぞっていうところとか、うんうんうん、考え方の整理みたいなものをゼミ中に書いてました。なるほどね。すごいこれも整理されててすごいいいノートなんですけど、自分が間違えたところとかなんかそういうのも書いてるのかな、だからそういう意味ではね、すごいですね。この辺はひたすらなんか趣旨とか判例とかすごい勉強してる跡がありましたけど、まあこういったものをまあうまくねこう使いながら、まあ合格の決め手になったんでしょうね、うん、ではいよいよ最後になるんですけれども、今後、まあ、松島さんが弁理士として、まあ、目標ですね、今後の目標と、であと弁理士試験をこれから受験される受験生の皆さんにメッセージをいただけたらなと思います。私はやはり文系というバックグラウンドですとか、うん、あとまあ前職がマスコミ系の仕事をしていたということも、うん、強みにできたらなというふうに思っているので、うん、やはり今の事務所が商標専門の事務所なので、うん、商標の弁理士として、うん、お客さんの
要望にきちんと応えられるように、うん、まずは弁理士として成長できたらなというふうに思います、うんうん、弁理士試験を受験する皆さんへのメッセージなんですけど、私がこの弁理士の講座を受けて本当に大変だったなと思って、もう二度とこの試験受けたくないなというふうに思ったのが素直な感想なので、うん、なんですけど、この過酷な試験を受けて合格できて、うん、本当に心の底からほっとして嬉しかったですし、うんうん、弁理士試験に受かるってことが弁理士になるための、 そのスタートラインだと思うので、うんうん、そのスタートラインまでの距離は最短であってほしいなというふうに思うので、うんうん、この動画を見ている方はきっと興味があって見てくださってると思うので、うんうん、目指すなら最短でいけたらいいんじゃないかなというふうに思います。わかりました。ありがとうございました。まあ、一発合格者の方はもちろんその元々の能力もねすごく高いと思うんですけれども、でもお話を聞く中でその誰もが参考にできるようなヒントとなるようなねお話をたくさんしていただけたと思うんですね。で、まあ、そんな中でそれをまあこううまく活かせた人が今度ね次の来年の合格者、再来年の合格者っていう風に続いていくと思うので、まあ、いろいろ見せてもいただきましたし、たくさんのですねこうヒントをいただけたので、きっとこれから受験される皆さんにとっていい期間になったんじゃないかなと思っています。では今日はどうもありがとうございました。